どうも、イーヤホンチャンネルをご覧の皆さん、イーヤホンの歌を歌っている浜田です。あ、大阪日本橋店勤務の浜田です。よろしくお願いします。ですね、今日は、自分の使っているプレイヤーとかヘッドホンとかカスタムとかを紹介しようと思います。まずプレイヤーですけども、基本的には iPhone で音楽を聴いてるんですけど、最近使っているのはこちらのケンウッドの、HD60GD9 という、ちょっと古いプレイヤーです。で、これなんですけど、もうあの廃盤でもう新品では買えないみたいなんで、中古で探してみてください。オークションとかにもたまに出てるみたいです。はい、聞いてる中身は大体アニソンです。じゃあヘッドホンの方からいきましょう。でヘッドホンなんですけど、こちらよく見る感じですけども、これ、ソニーの CD900ST の、改造版になります。どの辺をどう改造してるかっていう内訳なんですけど、ヘッドバンドの部分を、7506、コンシューマー向けの方のヘッドホンのバンドに改造してます。これによって、折りたたみが可能になった 900ST を外に持ち運ぶことが楽ちんになります。で、これ実はあの自分のものじゃないんですけど、さらに改造することができて、ここ着脱することができます。これはイーヤホンクリニックで、改造を受け付けてるんですけど、通常 CD900ST は、ストレートケーブルの着脱できないケーブルを採用されていますが、着脱できる仕様にすることによって、ポータブルしやすく、また断線しても気軽に新しいケーブルを手に入れることができるヘッドホンに生まれ変わります。まあそんな改造もおすすめです。次いきます。イヤホン、シュワーの、SE846 になります。なんです。はい、特徴は、低音がかなり前に出る解像度の高いイヤホンです。もはやそのあたりにあるあのカスタマー EM とイヤホンと、このイヤホンとどっちがいいかって言われたら、僕も断然こっちやっていう風に答えてました。カスタマー EM なんかに全然負けませんよって、カスタマー EM なんかいらないんじゃないですかって言って、これをたくさんの人にあのお勧めしました。このイヤホンのいっちゃんいいところなんですけど、低音がむっちゃいっぱい出るんじゃなくて、低音の情報量がむちゃくちゃいっぱいあるっていうところが非常におすすめです。なんか大きいだけの低音じゃないっていうところがいいですね。で、中の、ノズルの部分、これフィルターがついてるんですけど、この中のフィルターを変えることによって音質を若干変化させることができます。ノーマル、ブライト、ベースブーストですかねの、3種類が選べるので、あのそういった意味でもリケーブルの必要なくお好みの音に変化させることができるっていう利点を踏まえてます。もちろん手話線のイヤホンですので MMCX プラグ採用ということは、ケーブルを交換することができる。上位のケーブルに変化させることでさらに、良い音質に変えることが可能です。じゃあ次いきます。さっきですね、カスタマー EM いらねえんじゃねえのって言っておきながらですね、イヤホン最後のユニバーサルイヤホン派の浜田もついにカスタマー EM を買ってしまいました。理由は自分が誕生日だったからです。はい、こちらっつってもカスタマー EM なんで、ルックスじゃ分かりません。中身は、AAW というブランドの A1D という、カスタマー EM です。 A1D は、ダイナミックドライバーを1機搭載している、非常に安価で買いやすい、カスタマー EM になっています。価格は多分この、放送当時多分3万円ぐらいだと思います。かなりお安いカスタマー EM です。なのでさっきの846よりも安いですね。他に、AAW は MMCX のプラグのオプションがあります。これあと無料で、MMCX にすることができます。これめっちゃ便利です。流行りの MMCX のケーブルを付け替えてカスタマー EM を手軽に遊べることができます。ちなみにこちらのカラーリングなんですけども、全部ブラック指定です。で、ロゴもブラックを指定しています。つけるとなんか見た目が真っ黒になるんですけども、光を当てていると中身が見えるんで2倍お得な感じになってます。よかったら、AW の A1D を、オールブラックで、注文してみてください。以上で、浜田の愛機紹介の方終わります。ぜひイーヤホンの歌も聴いてみてください。さようなら。